APEC 首脳会議での集合写真撮影、21の国と地域が集まるこの場に、なんと石破総理の姿がありませんでした。一体何があったのでしょうか？石破総理は11月15日から16日にかけて、ペルーで開催された APEC 首脳会議に参加しました。各国首脳が集い、経済協力や地域の発展について、議論が行われたこの重要な会議ですが、最後の集合写真の場面に石破総理の姿はありませんでした。実はこの時間帯、石破総理はペルーのフジモリ元大統領の墓を訪れていました。フジモリ氏は1990年から10年間ペルーの大統領を務めた人物で、今年9月に亡くなりました。日本との深い縁があった彼に敬意を表し、石破総理は献花を行いました。予定では墓参を終えた後、集合写真撮影の時間までに会場に戻る計画でした。しかし、リマ市郊外にある墓地へ向かう途中、道路で事故による渋滞が発生。これにより石破総理は時間通りに会場に戻れなかったのです。 APEC 首脳会議は国際的な舞台でリーダーたちが集う貴重な場ですが、集合写真の不参加がその評価にどう影響を及ぼすのかは、今後の議論の対象となり得るかもしれません。この出来事を踏まえ、今後の外交活動では移動スケジュールや予期せぬトラブルへの対策がさらに注目されることでしょう。ネットの反応がこちら。今のペルー大統領って反フジモリ派じゃなかったか？やることなすことうまくいかないな、石破ってそういう運命なんだろうね。こういうタイミングの悪いやつって必ずいるよな。写真撮り終わってから墓参り行けばよかったのに。いろいろ持ってなさすぎるな、石破。海外公務もできない。石破内閣の集合写真に社会の窓が開いてたりするからな。石破が辞めるのが日本の国益、そもそも国民は石破を支持してないんだから。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録お願いします。